ここは、あれは、まさか。直文様、どうしたんですか。直文様、なぜ、ドラゴンの死。直文様、ご主人様、お腹すい。直文様の、すうん、フィーラに、ま、の直文様。ナオフミ様、どうしてと、いつもと同じように防御。俺の仲間に手を出すな。エアストシールド。はい、ナオ、くらえ。よし、よし。フィーロ、待って。フィフィーロ、ドラゴンが飲まれたのか。俺のせいか。俺が何もできなかった。全部もっともっと強かったら。力が欲しい。今の俺に力をくれ。そなたが見ることはそなたの運命である。運命に対しそなたはいかなる選択をするのだろうか。世界を燃やし尽くすか、本物の勇者になり世界を救うか、すべてはそなたの選択次第。我らが盾の勇者様よ。ドラゴンゾンビ、変な夢だ。見ての通り、違いといえば実家暮らしでバイトする必要もとはいえ、決して引きこもりというは出費がかさんだ時の、そんな何の変哲もない今日もいつもと変わらない一日。この本、週末の最悪を、ずいぶん4人の勇どの勇者に剣槍弓と、あれ、あなたたちは勇者。そういえば腕に何かついて、これは姿勢。断る。元の世界強制的に呼び、仮にこっちの意思を話によっちゃしょうがない。考えるよ。ま、ドイツがすごい景色さす。これからの この者たちが、わしがメルロマ勇者たち。天木蓮。俺は北村。次は僕、川澄。最後は蓮。お、お、ああ、俺の名前は岩田。さて、我が国メルロマル、この世界、それによると、そして勇者殿を、勇敢な兵士だ。しかしあれは姿勢の勇、そしてで、これって話は分かった。もちろんな。ま、敵にならない限りは協力して。ですね。それで伝承によ。だが勇者、本気で行くぞ。さっ、このこのこのさ、ここは俺が守る。そうだな。相手の騎士も、彼を攻撃しても咲かせクレイケン。よし、僕は弓使いです。ひとまずサンダーアロー、さっ、よし、よし、くらえ。咲かせクレイケン。よし、
サンダーアロー、さっ、よし、くらえ、咲かせ、クレイケン、よし、サンダーアロー、さっ、異世界って素晴らしいな。楽勝ですね。ああ、それにし、それは勇士、そうだな、俺たちこれでも盾はこの世界に、そうだな、使い物、そこは後ひたすら、じゃあお待ちく、言い伝えでは共に行動すると聖地、これは本当みたいだ、じゃあそのこともさ、勇敢なる者たちよ、頼もし、さあ未来の英雄たちよ、さすがに志願し盾の言う、俺はつるむ、いやまあ均等にさ、俺は盾、仲間が、あの私盾の勇者様のもとへ行ってもいいですか。さっき、盾の勇者様、私の名前はマイン・スフィアと申します。岩谷直文だ、よろしく。他に盾の勇者、仕方ある、代わりに盾の勇者、さ行きましょう、盾の勇者様。そして俺、この中世近くで見ると、勇者様はこの世界のこと、よかった、勇者様、まずは武器とか、そうですね、じゃあきっと素敵、勇者様、かわいい、持つべきは、いらっしゃい、あ私の、よう、ジョーちゃん、前にも来た嬉しいこと、となると盾の勇者である、ナオフミ、よろしくね。それじゃあ、そう、武器か、あった、これが、なんだ、武器に弾かれた、金属事故、なんだこりゃ、どうも俺はこの盾のせいで他の武器は使えないらしい。どんな原理なんだ。一見するとスモールシールドだが、外れねえのかこれ、鑑定、まあ、じゃあ私にも装備を、勇者、怖いよ、じゃあ勇あんちゃん、勇者様、では勇者、少し聞け、本気で行くぞ、よし、くらえ、燃えなさい、よし、よし、くらえ、燃えなさい、疲れるな、やっぱり、でも勇者様、あまりお金になりません、あれ、素材を吸収、でもこれが、勇者様、今日は早めに帰って、もう結局今夜美味しい、明日の方針を決めましょう、ここは今日勇者様が明日向かうのはあまり見入りはき、安心してください、勇者様の防御力があれば、だ、ところでワインはお飲みにならないのですか、ワインはお飲みにならないのですか、勇者様なら、ではとにかく、やっぱ異世界、これからどうなるか、とにかく今夜、もうそうだ、あれ、援助金ない、まさか、盾の勇者、王様から貴様に召集、ついてくればわかる、罪人、た、罪人、黙れ、哀れな坊、昨日の夜、まだ夜は明け、私、マインが朝まで待って騎士を呼ぶ方が、何言ってるんだ、
言い訳。貴様は我が国で金メルロマルクで勇者で勝負だから、そこまでその盾の勇破れた怪我者め、これ何かすると最初に会った時から思っておっ、動くな勇敢なろ。見ましたか皆さん。残念です。勇者なら何を。お前はこの異世界の主人公なんかじゃない。なんだこれ、どうして有罪、どうして俺が一体。そうか、こいつらマインをかばう元康も、俺の仲間になるという、俺に見せた笑顔も優しさも、どうせあいつは負け組の盾だ。マインにいい装備を買ってもらえたら、持ってる金を全部、元康のやつ盾だから、弱いから、汚い仲間に手を出すなんてとんでもないやつだ。ええ、彼に同情なんていらないですね。やはり4人一度に召喚したのは、この国の誰も俺を信じ、こんな世界いっそ滅んじ。はあ、怒ってるのはこっちの方だ。勇者の名に恥じるようなことをしたのはそっちだ。あなたは勇者にふさわ、このような勇者新たに召喚できるのは全ての勇なんだと。あるいは迫り来る波を全て退け。じゃあこんな奴と一緒に戦わなきゃなんねってことかよ。すでに貴様の罪は今後我が国で。こうして俺は新国王との噂話の出こんな世界。盾のアンちゃん聞いたぞ。あのジョーちゃんを傍観しようとしたんだ。てめえもか。どいつもこいつも俺の話。あきれ。お前なんだよ。いや、これを着な。在庫処分。そうだな。いらねえよ。だ、わかった。死ぬなよ。波を退け。でも、マントの下に俺、いつまでもこんな。日が暮れる。雨が降りそうだ。ちっ、こん。やっぱりこいつら、あのちょうどいい。本気で行くぞ。よし、食らえ食らえ。この程度の敵はなんと。もっと強い敵に。お困りのようですな。奇妙なやつだ。人手が足り。そんなあなたに良いお話が。盾の勇者様、興味が終わりで。こいつ、まあいい、減るもんじゃないし。サーカスだ。薄暗い部屋でついてくると思ってました。これが勇者。奴隷には重度の呪い。こちらですよ勇者さん。ここには驚く数の奴隷がいる。一番高いレベル75の老人から最後に勧められたのが、奴隷商人の話によると、ラクーン種の精神的パニックが、どうやら抵抗能力が、いろいろと不満を言いたいところだが、他のに比べれば。じゃあこいつにする。ではお望み通り。ラクーン氏の味、ここにドレーモンを書けば、彼女はあなたのものです。これでこの子は。さて、私ラフタリア。疲れるな。おめ、早く離れて。着きました。奴隷ではあり。それでは失礼。
はこの爪で敵を裂いてみせる。二人はもう少し休憩しよう。ご主人様、本当に休んでいいんですか？いただきます。おいしい。本当かよ。ご主人、勇者だ。勇士立てない。やっぱり奴隷じゃ。さっき作ったこれを飲んでおけ。落ち着け。お父さん。泣くな、大丈夫だ。もう。本当に、俺の出番だな。夜が明けた。ごめん。さっきから謝られてばかり。
どうしておし…わかった。今日はもっと森の…でもここは伊勢…その前に…いやいや、今はそんな…抑えた。刺し…怖い…ああ、奴隷も…でも戦ってもらわ…いいか、お前が戦えないのであれば、俺もうすぐ世界を脅かす。でも俺は、お前がダメなら。最悪ばかって、ご主人だから。本気で行くぞ。よし。何？立ち位置を移動させるす。ワンワンパンチ！くらえ！主人様、好きなものを。